はい、ということでね、今回この動画を上げたのは他でもない、うちのチャンネル登録者数が100を超えたので、その記念動画でございます。記念動画として今回選択したのはですね、ご存知ジェットセットラジオですね。ご存知、まあ、なぜジェットセットラジオかというと、まあわかるかな、確認に来たということでね、ジェットセットラジオ、こっちじゃねえよ、そう自分でね書いた落書きをこうやって街中にこう塗っていくことができるんでね、作ってきたこの落書きで塗っていこうかなと、そんなことを思ってるわけでございます。今回このね、ゲームモードではあと21個グラフィティを埋め尽くせばクリアできるので、まあそういうそこまで付き合いいただこうかなと思ってるわけですね。おお、なかなか操作がまだまだ、あの緑に矢印を塗ってもいいし塗らなくてもいいしってやつなんで、今回は塗らないで、おお危ない、おお危ない危ない、連れて行かれるとねゲームオーバーになるんで、あのまま車に乗っていくとゲームオーバーです。多少ね 3D が濃いゲームなんで、ドリキャス世代の人間にはこれぐらいのはどうってことないんですけど、 3D 用意する人も出てくるかもしれない、それぐらい 3D 用意の激しいゲームかもしれない。チャンチャンってことで、チャンネル登録ってこれも作ってきました。チャンネル登録、そして本命チャンネル登録、まあ、漢字なんか当然打てないからね、あとカタカナ、あカタカナしかできないからね、ひらがなもない、数字はある。チャンネル登録100人間ということで、アザラシ世界からすると100人もの人間たちがチャンネル登録をしてくれたという、まあ、自分も含めてるから自分も人間になっちゃうけど、いや、めでたい。皆さん、めでたいです。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。100人に行っていこう。100人に、ここにいる100人に行っていこう。ありがとうございます。チャンネル登録、ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、どんどんこの渋谷の街をね、嬉しい気持ちで塗りつぶしていく。これも半分犯罪やぞという。半分犯罪の域に差し掛かっている。欲しいのはこの青い缶が欲しい。完璧。あー、そこじゃねえんだよな。あー、なかなか難しいですね。こっちに行きたいだけなんだけど、行っちゃおう。このね、上にでっかいグラフィティがありまして、これが多分、こっちじゃないよ。こっちの反対側にあるやつが、おそらく、ジェットセットラジオのこのゲーム上一番大きいグラフィティなんじゃないかな。まあ、ボス戦とかに出てくるやつってもっとでかいのもあるかもしれないけど、それを塗るためにちょっと、1、2、3、4、5、6、8？ 何回？ 9。残り18でいけるかな。この長沼秀樹さんの。なんて言ってるかよくわからない文章。よー、いけた。ブレイクビーツっていうジャンルらしい。好きなんだよな、これが。あ、失敗。ミスだから、ミスでいいから。ミスでいいんだよ。よし。こっちから先だった。でねねね、あー、やばい、いけるか、いけるか、こう、あー、いけるか、おー、ギリギリ、あー、思ったほど
上からの構図とかにできるわけでもないし思ったほどではなかったな。100人間 どの位置から撮ったら一番サムネ映えするんだろうか。どの位置から撮ればこういう感じか、こういう感じか、こういう感じだな。これサムネにしよう。これサムネにしよう。もうちょっと大きくならんか。これぐらいか。こうかな。こうかな。よし、これをサムネにしていって、サムネショット完了。カシャ。うー、高い。グヘ。バッシェ、チラ OB。バッシェ、バッシェ、バッシェ、チラ OB。こっち行けたっけ？行けないよな。行けるか。行けちゃうんか。行けたところで、どこ行くんだろう。わからんな。確か、最初のマップにつながったような気がします。いや、久しぶりにこのジェットセットラジオだよ。多分ね、セガのゲームの中でもかなりの名作。クレイジータクシーとかよりも個人的にはこっちのがやっぱ面白いんじゃないかなと思うし、まあ、続編もね、まあ、クレタクも続編はいっぱいあったけど、こっちの方がクレイジーだし、こっちの方が面白いと思うんだけどな。ゲーム性がちょっとね、ちょっと難しいかなという気もする。分かんないやつには全然この 3D 空間で飛んだり跳ねたりすることの楽しさがね、分かんないとは思うけど、動きが結構ね滑らかでシームレスで、そういう部分が好きかな。あとまあこうやってイラストで、イラストじゃないけどグラフィティを街中にこう塗りたくって言ってるけれど、自分でこのソフト上でも書けるし、インターネットにつないでインターネット上の画像とかもね、実は、グラフィティとして街中に貼ることができたりって、それがもう一時脚光を浴びてたんだけど、まあ、いかんせんその、あ、今何も持ってない、何もスプレー缶持ってない、すみません、スプレー缶探してます。でもこれはインターネットにつないでドリキャスやってるわけではないから、それができないというところがありますね。あと続編のね、ジェットセットラジオフューチャー XBOX で出したやつは、確かあれはインターネットから撮ってきた画像とかを使うことができなくて、それが不満というか減点だったような気がする。そこはね、やっぱりネット上で探してきたこう動画とかなんならエロいアダルトな感じの広告とかをこう街中に貼っていくなんてこともできたのかもしれないね。見つけることさえできるのに、それは残念ながら続編ではできなくなって、それで失望の声が大きかったっていうのが、まあ、ジェットセットラジオではありますが、今回はね自分で書いたやつでやっていくんで、もうそろそろ終わりますよ。あともうあれここら辺だ。よし、で多分これがラスト1個これね。あー、そっちじゃねえんだよ、乗っちゃった。これで終わりだ。祝いということで、チャンネル登録者数100、100、ゼンマイクラス100人記念の動画でした。ほなまた。